M30S 型コンテナは、日本貨物鉄道が以前に輸送用として、席を編入していた30フィート私有コンテナである。また形式によっては、ドライコンテナと同等の高さがあったり、逆に1、8サイズの板型のように8段または、1、4サイズの薄型のように4段に積み上げて、やっと、ドライコンテナと同等の高さに達するなど、他形式では、タンクコンテナ以外では見られないように、 見た目が多種多彩に入り乱れているのも無害コンテナ形式の特徴となっている。85,401から85,440。神奈川臨海通運所有。工業時を専用。2003年度を最後に運用から退いた虎7万系の役割を引き継ぐ形で登場し、一つのコンテナに専用のコンテナ4個を収納することができた。 横浜本木駅国際不動専用線から渋川駅まで工業使用を輸送する用途に充当。当コンテナを牽引する列車は、塩を積載するコンテナ車であることから、通称塩用国と呼ばれた。2005年8月に、塩の輸送先である関東電化工業渋川工場での相だ電解事業終了に伴い用途廃止。なお、この形式に限り、私有無害コンテナを表す。 無以外はすべて JR 貨物による形式認定基準には当てはまらない唯一の事例である。具体的には無害コンテナ以外の他形式では形式を表す1から2桁の数字はすべてコンテナの内容積で決定されているが無害コンテナのみ床面積で付与されている。これによりこの形式に付与されている30は本来であれば床面積平方メートルの算出で 厳密には、波数試写誤入計算のために、内容積29.5から30.4平方メートルの間に属するコンテナが対象となる。しかし30フィートサイズの床面積では、物理的に30平方メートル級になることは、ありえない。また形式認定基準にはもともと30フィートまたは31フィート級コンテナの区分に対して8万番台は付与されず、 また、総重量20トン級の区分に対して5000番台の付与もない。さらに特定区分を表す、通字末尾400番台の割り当てもなく、また、使用用途を表すは、スワップボディ式コンテナに付与される記号であるが、この UM30S-85400 形式は、スワップボディではないと、非常に謎の多いコンテナであった。このコンテナは、すでに廃景式となっているため、 現存しない。ありがとうございます。